はい、タッピーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はギャラクサイト内のハイパーレーサーズで深刻が追加されたので、早速コースを走っていきましょう。今回は通常ルート、ショートカット、加速版ポイントの3部構成です。最後まで見ていただき走行の参考にしてください。それでは行ってみよう。最初に標準ルートを見ていきましょう。スタート直後はストレートが続きます。まずは右コーナー、しかしちょうどいいところに障害物があるので橋を抜けていきましょう。抜けてすぐ左コーナーがあり、曲がってからすぐに右コーナーと、忙しい複合コーナーになってます。坂を駆け上がっていくとジャンプ台があり、標準ルートはそのまままっすぐ進みます。ここを通過した後に左コーナーがあります。コースの中央に障害物があるので橋を抜けていきましょう。障害物を抜けるとすぐに右コーナーがあります。右コーナーの後、コースの中央に障害物があるので橋を抜けていきましょう。左コーナーを抜けると右コーナーがあり、コースの中央に障害物があるので橋を抜けていきましょう。ここはコースが左右に分かれているので、加速板がある左側を進みましょう。合流後は、次回ストレートを挟んで左コーナーになります。左コーナーの後の上り坂は、コースの中央に障害物があるので橋を抜けていきましょう。障害物を抜けると左コーナーがあります。短いストレートを挟んで左コーナーがあり、ここが最終コーナーになります。次に今回のショートカットルートを紹介します。他にもあるかもしれませんが、今回走行中に見つけたのは1箇所です。それでは行ってみよう。スタートしてしばらく走って、右コーナーからの坂を駆け上がっていくとジャンプ台があり、着地地点にショートカットルートがあります。ショートカットを抜けると障害物があるので、ぶつからないように進みましょう。合流地点から先は通常ルートに戻ります。次にショートカットルートをベースに加速板のポイントを見ていきましょう。右コーナー出口に切り替わる加速板があります。その先には障害物があるので注意しよう。次の右コーナー入り口に固定の加速板があります。ジャンプ台を抜けてショートカットルートの入り口に固定の加速板があります。ショートカットを抜けた後の障害物の先に切り替わる加速板があります。ジャンプ台の先の左コーナーの中に切り替わる加速板があります。左右に分かれているルートは左側に固定の加速板があります。合流地点に切り替わる加速板があります。最終コーナー手前に切り替わる加速板があります。皆さんもショートカットルートと加速板を有効活用してタイムアップしていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回はハイパーレーサーズの進歩、スイートテウスアベニューの走行ポイントについて解説してきました。どんどんコースが追加されて、ますます魅力的なレースゲームになっています。ここまで見ていただいた方は興味が出てきてると思いますので、ハイパーレーサーズをプレイしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。この後もう少し走ってから引き上げようと思います。